下妻博は、日本の実業家。鹿島アントラーズ FC 取締役。元住友金属工業代表取締役社長。北海道旭川市出身。1960年、東京大学文学部社会学科を卒業し、同年、住友金属工業に入社。主に営業畑を歴任し、1989年に取締役経営企画部長就任。 その後常務、専務、副社長を経て2000年社長に就任した。鉄鋼不況で株価が額面割れするなど住み金の経営危機を乗り切るべく2002年に新日本製鉄、神戸製鋼所と三社間資本提携を締結海外戦略では同年にイギリスオランダ系の鉄鋼メーカー、コーラスと技術提携を結んだ。 住金の業績悪化の要因となっていた和歌山製鉄所は上工程部門を住金鋼鉄和歌山都市分社。また、和歌山の熱化圧炎工場を休止し合理化を進めた。同じく不採算事業となっていたステンレス部門は新日鉄との合弁会社新日鉄住金ステンレス都市、子会社の住友金属システムソリューションズはキャノングループへ売却。 ミキ金のスリム化、経営資源の集中を推進した。折しも原油価格の上昇で、ミキ金の主力事業であるシームレス交換の採算が改善し、鉱材価格の世界的な高騰も追い風となって2005年度決算では過去最高益を達成した。2005年6月より会長に就任している。豊富な営業経験を背景に、ミキン営業の強みと弱みを踏まえ、 NSSC の例のように弱点分野を新日鉄と一体化する路線を築いた。2006年には建築用工材分野の子会社が日鉄住金建材、日鉄住金鋼板へと統合されている。その一方で住金の強みであるパイプやエネルギー開発用圧鋼板、自動車用鋼板といった高級品分野への特化を進めた。 破綻の危機に瀕していた墨金を蘇らせた中高の外も評される。2010年6月、役員報酬額が約1億3400万円であることが開示された。2015年11月15日、神奈川県川崎市の病院にて死去。78歳没。北海道札幌南高等学校時代は野球部に所属したスポーツマン。趣味もスポーツ観戦で、 都市対抗野球の新日鉄住金化しませんでも、東京ドームへ応援に駆けつけるほどである。サッカーでは、鹿島アントラーズファン。大和ハウス工業会長兼 CEO の樋口、竹夫とは30代からの知り合いで、親しい間柄である。ありがとうございます。